はいどうもひくもんです。私は楽天モバイルを使っているのですが、この度 NMP で日本通信へ移ることにしました。楽天モバイルが問題なく使えていれば新しいプランでも全然 OK なんですけど、いかんせん電波に不安があります。普通に電波があるところでもピンポイントで空白地帯があるのが不安なんですよね。私はポケモン GO というゲームをするのですが、いざという時に電波が切れて嫌な思いを数回して、これはあかんとなりました。それまではね、メインで使おうかなと思ったんですけど、サブに降格しました。それと謎の 1.7GB 事件です。何もしてないのにある日 1.7GB も使用されるということがありました。そこがまた謎の電波空白地帯だったんですよね。カスタマーに問い合わせてみましたが、その対応も感じが悪くて最悪でした。繋がるまでが長かったしね、その間通話料も取られるしで散々です。そして新プラン、いきなりの 3GB 税込み1078円はまずかったと思います。 1GB ごと300円ぐらいだったら引っ越し作業も手間なので残りたかった。それで状況を見つつ、空白地帯になる箇所がめったにない感じになったらメインにしたかった。それなら 1GB 以上使うので税込み1078円でも問題なしです。三木谷さん焦ったんでしょうかね。というか0円期間が長すぎたとも思えるけど、500円ぐらいは取っても良かったと思いますけどね。まあそれはそれで電波があれなのでまたクレーム入っちゃうのかもしれないけど、とりあえず0円長すぎだなと思います。私としてはね、もういろいろ楽天使ってるので、もう楽天にまとめたかったんですよね。それがおじゃんになりました。まあね、もしこれから良くなればまた移るのもありかなと思ってます。事務手数料とかね、無料ですからね、気楽に移れます。なもんでまだ期待はしております。というわけで、次のサブに使えそうな低価格シムとして白羽の矢が立ったのは日本通信さんです。どのプランでも良さそうなのですが、とりあえず一番安いシンプル290にしました。 1GB まで290円、それ超えても 1GB ごとに220円、 3GB 使っても730円、全然ありです。もし調子がいいようなら目にしても良いと思ってます。楽天から移る人も多そうですよね。それによって重くなるようなら嫌ですけど、なら紹介するなって話ですが、紹介したくなる性分なので仕方ない。あとね、このプラン、昔あったフリーテルの安心プランに似てますよね。というか私まだフリーテル使ってるんですけどね。というのもメインがフリーテルです。なもんでフリーテルは楽天モバイルに買収されたので今楽天モバイルです。なんかややこしいですけどね。楽天モバイルの中にフリーテルはまだ生き残ってます。そして私がまだ使ってます。バリバリ。なくならないのがすごいですよね。いずれなくなっちゃいそうな気もしますけど、とりあえず未だに使ってます。未だにフリーテル使ってる人はそんなにいないと思うんですけどね。頑張ってます。ここからは日本通信への引っ越しの流れです。日本通信のサイトから申し込んでも良いのですが、スターターパックを買ってから申し込むと300円ほどお得です。スターターパックは楽天で購入しました。税込み29%です。あとポイントもつきますね。なもんで少しでも安く申し込みたい人はスターターパックの購入をお勧めします。そして日本通信SIMスターターパックが届きました。これは単純に申し込みコードが入っているだけです。 SIM は入ってないです。まあここからね、必要なものとかすべて書いてあります。サイトにもここからアクセスできます。簡単ですね。というわけでこのサイトから申し込んでみます。大事なのはこの親指の下にある申し込みコードです。そんなわけで日本通信のサイトに飛んで申し込みます。まあ必要なものさえ揃えていれば特に問題はないです。ポチポチと選択していくだけでいいです。ここは SIM か eSIM かです。 SIM のがいろいろ便利そうなので SIM にしました。他の機種でもね、使う場合もあったりしますからね。物理的な SIM の方が融通が効きます。下記をご準備の上、お申し込みのお手続きを開始してください。そうそう、 MNP 予約番号なんですけど、楽天のサイトの方で簡単にもらえます。即発行されるんで OK です。免許証などの本人確認書類が必要です。まあ私は免許証があるので簡単です。あとクレジットカード、あとメールアドレス、まあ特別なものはないです。でここですね、事前にスターターパックを購入しましたが購入していない、量販店やオンラインショップ等でスターターパックを購入したお客様、私は購入してあるのでこっちですね。最初に言いましたがこっちの方がちょっと安くなります。300円ぐらいですけどね。でまあこの辺をねチェック入れてって、そうそう、 ID を新規登録します。これ最初にしておいた方がいいのかもしれないです。でまあこの辺をチェック入れてきます。私は Twitter で知りましたね。最初ね、楽天引っ越しどこがおすすめみたいな感じで、で日本通信の存在を知りました。おお、これいいじゃんって感じになりました。ポボとかね、ああいうのもいい感じみたいなんですけどね。私はね、なんか分かりにくいシステムだなと思いました。日本通信の方がもうはっきりしていて分かりやすいです。あとの問題は電波だけですね。まあこの辺はね、流れに沿って記入していけば問題ないでしょう。そんなわけでサイト上から申し込み完了です。そんなわけで日本通信から SIM が届きました。申し込みからは本当に4営業日で届きました。
とりあえずどれぐらい使えるのかわかんないですけど、メインで使ってみます。取り外し完了です。ではメインのスマホにつけてみます。うい、ちょっとい、SIM をここに載せます。で入れます。続いて APN ってやつですね。最初に購入したこの日本通信 SIM のスターターパック、これに記載されてますね。これの通りにやっていけば簡単に終わりそうです。まずはプロファイルをダウンロードするのかな。ここですね、 iPhone プロファイルをダウンロードします。許可、プロファイルがダウンロードされました。 OK です。そんでもって設定、これですね、プロファイルがダウンロード済み。 OK です。インストールします。インストール、プロファイルをインストールできませんでした。楽天モバイルを削除してください。 OK です。楽天モバイルを削除しましょう。楽天モバイルさん、さようなら。削除、もう一回言ってみます。インストール、ジャパンコミュニケーションズ INC 承諾、次へ。インストール、インストール完了。 OK です、入りました。そんでもってこの圏外がドコモなのかな。圏外のままなんで再起動してみます。 OK です、来ました。検索中、来るか来るか、圏外ですね。なんでだ。 MNP はこの回線を切り替えないとダメなようです。では行ってみます。 MNP 回線切り替え、ポチッとな。では番号を打ち込みます。これでいいのかな。切り替える、マルチカット SIM カード、これで OK なようです。でメールが届くそうです。メール届きました。切り替え完了です。これでもう大丈夫かな。プロファイル設定する前にこれをやっといた方が良かったみたいです。申し込み受付まだですね。申し込みから1時間以内に完了するそうです。待ちましょう。切り替えと同時に楽天から解約完了のメールが届きました。楽天の解約にいつされるのかなと思ったらこのタイミングでした。無事にドコモでつながりました。ずっと圏外でおかしいなと思って再起動したらドコモとつながりました。切り替えたら1回再起動の必要があります。まあ切り替えは簡単でした。金曜日の20時21分に速度を測定してみました。 5.3 メガ出てました。5メガあればいいみたいです。あとはどれだけ使えるかですね。しばらくメインで使って感想を述べたいと思います。まあとりあえずね、しばらくポケゴをやってみたんですけど、まあ普通に大丈夫でした。で水曜日に毎回レイドアワーっていうイベントがあるんですけど、1時間こうレイドをしまくって招待をしまくるんですけど、全然問題なかったです。さすがにメインとはいかないかもしれないですけど、もう少し使ってみたいと思います。ダメなようならサブに降格します。まあ半年ぐらい使わないとわかんないですよね。楽天モバイルもね、最初はおおすげーってなりましたからね。で使っていくうちにね、電波の空白地帯があることが分かりました。あと都会に行った時がね、どうなのかわかんないです。今後気になったことは概要欄に追記しようかなと思ってます。というわけで楽天モバイルから日本通信に移ってみたでした。第一印象としては良いです。